もうすげえすげえすげえ。で、こう加速してんの？今何もしない。自動？足長い、見てて。わ、すごいな。全自動運転の加速もすごいな。出たー。うまいことつけたな。リッター 248.9 キロ。うわ、熱いわ。これ、S さんの仕業？ S さんの仕業。静か。何やこれ。制御して。順天の車レビュー。レンジローバーのあの車名の意味知ってます？知らん。僕も。これ押してほしい。あの車のこれ、うん、それ押して。画面出たやろ。はい。んで、あのそのレバーの右側あれやん、はい、走ったら、走って40キロになったら、その下、うん、その真ん中これそれを40キロぐらいだったらペット押したらセットってなるはずやねん。あ、これ前との距離も測り合っちゃうな。車間の維持する感覚やな。40キロぐらいならなあかんのですか。いや、これってハスラーは40キロやったら多分これゼロから効くんちゃう。で、これで押す。押すピッ。あれ、ボタン違いました。これほんならそのレバーの真ん中、うん、それパッと、あれ、あった。お、もうアクセル離していいんすか。そう離した。はい、それずっと40キロキープやな。わ、すげえ。え、これは追従してるんですか。追従してると思う。お、めっちゃ楽。そやろ。うわ、これもうハンドルさえ持ってたらもうあとボーッとしてないんですよね。そう、ブレーキ踏むんやろな、勝手に。多分前が急ブレーキ踏んでも止まる。ちょっと一回信号止まっ、あれなったらブレーキ踏まんとほといていいですか。一遍やってみ。ガチャーン、ボーン、ほら減速してるやん、前。まやなあ。わ、すごい、これめっちゃブレーキかけてる。うわあ、まあ今ブレーキ踏んでたんですけど、ね、あれダンルこんな効くんや思ったのに。あ、でもすげえすげえすげえ。で、こう加速してんの。今何もしない。自動？もうハンドルだけ持って。うわ、すごいな。あ、もうついてしまった。これモニターだけで駐車が難しくてできないんですけど。あ、慣れたらええで、それめっちゃ。自分で見てやった方がよっぽど止められるっていう。それはそういう車乗ったことないですよな。うわ、バレる。これは何を言うとんじゃ。言うたらまたこれ怒られるからカットやな。足長い、今の。うわ、これ何を言うとんじゃ。縁石ですかってこと。あ、後ろのあれやな、コーナーセンサーが鳴ってんや。おー、障害物に近づいてますせっちゅう。お、すげえ、俺初めてモニター見てた。わ、すごいな、全然違う。あ、これでも前行ったら。あ、すごい。でも走行音のこのタイヤのノイズがあんまり感じひんのがすごいな、うん。あ、完全空や、メーター。うわ、怖っ。なんかあ、回った、エンジン回ったの。え、マジですか。あ、ほんまエンジン回ってる。分からへん。電気系統のほら、流れとかの表示出えへんのかな。ねえ、それは、なんか、なんか押したら出るんですか。多分あれだろうな。それちゃう、メーターの右側に、ほら。これですか。うん。お、あ、明るさか、これ。あ、お、来た。これや、これ。ノーマルの、このエコ運転の加速もすごいな。こう、ああ、そうですね。グッとくるか。行ったり来たり。めっちゃエンジン使ってる。まや、あ、え、エンジンから直接タイヤには行かへんねやろか。いや、行きますよ。うわ、すっごいな、このグッと。え、これでエコな。両方行った、両方行った。おー、行った行った。おー、行っとる行っとる。タイヤと電池はなんかもう行ったり来たり行ったり来たりしますね、矢印が。で、ストップしてアイドリングいうか、それで充電するのに40分かかるの。はい、満タンなので。使うガソリンが2リッターか3リッターかな。ここつけたん、オプションで。いや、自分でアマゾンとか2000円とか売ってます。お、そうなんで、見つけて、それ買って。僕見て、いや、出た、純正パーツ高いのこんなつけてるわーって思って。でも安く1500円とか、これも。出たー。うまいことつけたな。うん。これでもない、あの、社外車浮いてる。そうなんこれ。
いいやん。これも社外なんです。これ浮いてるんですよ。これ純正高いで。これ嫌でしょ。純正に変えたろうかな、これ。これ樹脂これ。これステンなんですよ。ステン。おお。なんか充電のケーブルなんですよ。ああ、なるほど。すげえ。これバチッと刺したら。それ普通100ボルト？200ボルトですね。え、どっか、でも外からパコってやるじゃないですか。で、こっちが、ガシャンって刺すやん。何それ、いつでも開けられる。あ、鍵曲げてるんで、ロックするんですけど、これが普通で、こっちは急速充電。通信すんだよ、電源だけちゃうねんて。あ、そうなんや。うん、なんか通信がつけなあかんない。200ボルトじゃないと。乗ってみて気づいたこと、慣れてしまって、もっとうるさい。あの、うるさく感じますね。もう慣れて。ほんで、だけ静かやったの、普通の他の車急に乗るじゃないですか、パッて。運転したら、あ、この車、調子大丈夫みたいな。そうそう、ほんまに。僕、あれから自家用乗ったらめっちゃうるさいもん。今、700キロぐらい走って、ガソリンまで1滴も入れてないです。あの、コンピューターで出る平均燃費見たら、リッター 248.9 キロ。うわ意味わからんすよ。あの、燃料劣化との戦いだ。うわ、これ分厚いわ。吸音板？うん。オイル交換もするの、これ。オイル交換は、エンジンをほぼかけないんで、2年に1回するかしないかレベルだ。うわ寂しいんか、なんかわかんないですけど、もうそもそも使わへんから必要ないみたいで、オイル交換必要やったらモニターに交換しろみたいな出てくるらしいんで、作ったのかな。これ S さんの仕業？ S さんの仕業で、いいやん。わざわざそれ用の高い高い素材。うわもう触ったわかる、もうあの剥がれへんようなやつ、めっちゃ高い。うわボンドがこっちの番号何個やったの？400ぐらいです。400ぐらいでも、450ぐらいするんですけど、なんかその、いろいろエコカー減税とかなんとかこれ適用されるんで。うわ、これ、これ、注文くんじゃん、これ。これ、でもこれ。これ、もし売るとしたらいくらだ？え、めっちゃ高いっすよ、多分。こんなん。数もそんなに多分、言うても売れへんやろうし。あの、船持ってる人とかはね、買ったりしはるやつを、僕無理やり車に貼ってるだけなの。アンテナ変えてんの？あれ、最初からですね。あ、ええやん。やっぱり輸出メインやからかな。うわ、かわシートええなぁ。これ、踏んでええな、これ。全然いいっすよ。新車の匂いがする。このシートベルトね。え、新車匂いもう、せえへんわ。新車匂いする。もう今、いつでも発信できる状態なんですか。マジで、はい。これもう、あとこうやって。うわ、静か。何やこれ。そう、モーターなんで。惰性で転がってるみたいな。ほんま。これ何これ見て、ピッピッピッって。これ後ろのシートベルトですね。あ、してへんから怒ってへんの。そう、怒っとるんですよ。一般道ええやんな。全然いいっす。で、助手席は、とか運転席はピッ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 寄るんですよ。せへんかったら。すげえ、すごい。すごい。されちゃな。これキー、これキーはもう、キー置き場ですね。ただキーを置いといたら、うん、これ充電してるんですよ、まだここで。キーを。あ、そうなの。はい。常にその Bluetooth で通信しとるんで、キーと車が。電池の減りがめっちゃ早いらしいんですよ。うん、これもなんか電気ついてる。これは、ハイビームの？あの、そう、ハイビーム後ろが照らしたら、眩しいじゃないですか、顔跳ね返って。自動でこう角度変えよるっていう。すごいな。こうモニターがここ出たりとか。あ、カメラついてるのこれ。そう、もう全部にカメラついてるんで。体質で回転のパワーを制御して順平の車レビュー。ランエボと同じだ、ね、新シリーズ。まあこれバッテリーだけで試乗してみたい車は、うん、あの LS の、うん、F 出るじゃないですか。充電もしない。LS F 出る。ああれがちょっと気になるっす、ね。乗せてくれはんの？いや絶対無理でしょ。僕一遍なマセラティの人に言うてみて、はい、乗るのはいいやって、はい。動画はちょっと。あ、そうなんですか。メーカーの規制がかかるのか、その企業イメージがあるから、はいはいはい、編集されて、はい、充電のチャンスなってしもたらかなんっていうので、その市場。無駄に運転席僕がやっても絶対無理ですよ。いやでも、ちょっと僕車好きやからな。ほんまに変わんのかみたいな。そうなんですよ。ええんちゃう？あの、僕レビューいろんな人見たけど、やっぱりみんな詳しいもん。この二人ではな、何にもわからへんねん。